こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県鎌倉市湘南モノレール大船駅にやってきました。こちらが JR 線の大船駅となります。周辺に位置するのは JR 東日本鎌倉車両センターです。動きがあったということなので見に行こうと思っていたところ、本日はあいにくの空模様、雨が降っています。なかなか止みません。歩いていくと約 2,30 分程度かかります。本日は断念したいと思います。濡れない場所から失礼していますが、鎌倉車両センターといえば総武快速線、横須賀線の車両が配置されています。湘南モノレールが駅に吸い込まれてきました。それはさておき、新しい車両 E235 系1000番台が増備される一方で、古い E217 系の廃車が進んでいます。置き換わる形となり廃車が進んでいるわけですが、 E217 系が海外譲渡されるという話が出てきました。話がどこまで進んでるかわからない一方、国鉄型電気機関車 EF64 型がすでに鎌倉車両センターの方に改装されています。あくまでも推測の話となります。海外譲渡の話がまとまらずに廃車改装配給が再開されたのではないかなと思います。ここにいても車両を見ることはできませんということであれば、改札を入りましてホームの方で待ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。駅ホームにやってきますと、横浜方面ホーム先端には多くのカメラを持った方がいらっしゃいます。話を聞いてみたところ、改装された電気機関車は長岡車両センターに所属する EF64 型、相当連結機搭載の1031号機、そして E217 系、基本 Y5 編成のドアステッカーが撤去されているようです。今までの流れから見て廃車改装配給といったとこでしょうか。牽引機からして向かう先は長野、中央本線経由で向かうこととなりますので確かめてみたいと思います。別の場所に向かうということであれば海外譲渡の可能性もあります。やってきたと思ったら後継の E235 系1000番台 F2 編成です。2023年3月9日に F23 編成、基本編成23本目、新潟県にあります総合車両製作所新津事業所の方から鎌倉車両センターに新造配給されています。となると今まで活躍していた E217 系、 Y5 編成といえば3月13日をもって運用離脱しています。列車が参りますという放送が入り、遠くを見ますと EF64 型、本当にやってきてしまいました。どうやら停車をしそうです。車体番号末尾を見ますと5と確認することができます。やはり Y5 編成。
先頭車両が11号車、一番後ろの車両が1号車です。そしてドアステッカーの方も撤去されています。こちらは2号車です。電気機関車に牽引されていますので、停車する際、少し戻るような形で停車をします。しっかりと Y5 編成と確認。表示の方は回送となっています。しかし雨に濡れた Y5 編成がやってきてしまいました。行き先は果たして長野または海外、どちらでしょうか。車両側面 LED 表示器はそのままとなっています。こちらグリーン車、海外譲渡されるということであれば、こちらのグリーン車どうするんでしょうか。サロ E216-5 4号車、車内を見ますと暗いながらも通常のままとなっています。パンタグラフは上昇していないものの、いつものように撤去されていません。1996年に川崎重工業で新造されました。その後大船電車区に配置、一切転属することなく現在の鎌倉車両センター一筋。区名札を見ますと長岡となっていました。ダイヤ改正にて長岡車両センターは廃止されているようですが、その前に出発のようです。区名札の方は後ほどにしまして追いかけてみたいと思います。果たして中央本線へと入っていくんでしょうか。廃車回送廃棄と推測しましてやってきたのが八王子駅です。追いかけてやってきましたが、こちらの方が先に到着してしまったようです。 Y5 編成、結局海外譲渡ということではなく八王子駅にやってきてしまいました。この先中央本線を経由しまして長野を目指すこととなります。そして先ほどの区名札の話となりますが、中途半端となってしまいました。1031号機ですが、 E235 系、1000番台の不足編成、 J21 編成の配給を担当しています。鎌倉車両センターまで配給担当した後、配属先である長岡車両センターの方に返却されるのかなと思っていたところ、田端の方に留まっていたようです。そして鎌倉車両センターの方に再度短期で改装されまして、今回 Y5 編成の廃車改装配給担当となってしまったようです。 C
信越本線宮内駅で1031号機を見た際、鉄道ファンの姿は一切ありませんでした。しかし八王子駅、大変混雑しています。かなり混雑していますので、少し離れた場所から見ていきたいと思います。もう間もなく出発です。この先追いかけることはしませんが、結局長野の方に行ってしまいました。廃車改造配給再開されたといったところでしょうか。引き続き動向の方見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで EH200 型20号機を見ながらこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。